ジョーカーか。さすが、無事だったようだな。すまない。ここは一体。ベルベットルーム。よくわからんが。大衆が牢に繋がれていて驚いたかと思えば、今度は自分が牢屋の中とは。まあ、現実世界もあの有様では、助かったとは言い難いか。今の状況、俺たちの手に負えるのか。回答にできるのは、所詮は誰かの心を改心させることだけ。だが、外はもう地獄へさながらだ。俺たちも、敗れた。自分の無力を感じるんだ。人々は、望んで牢屋に収まっていた。それだけじゃない。牢を壊すなと叫んで、自ら聖杯を助けていたんだ。必死に改心させた悪党たちも、改心したことで彼らと同じになっていた。俺たちは誰も望まないことに命を懸けた。ただの愚かな道化だったのか。それは違うな。望まれて悪い気はしないが、それは目的じゃない。初めて会ったばかりの頃、俺が断っても断ってもお前たちは押しかけてきた。だが、あの時お前たちがしてくれたことは、俺の一生涯の宝だ。いいだろう。心地よさだけが芸術ではないように、嫌な顔をされようが、救ってやるべきだ。信じる正義は、もう揺るがない。礼を言わせてくれ、ジョーカー。やはりお前といると最高の着想が湧いてくる。ああ、この世が地獄へのままでいいはずがない。俺は絵描きだ。全てを美しく塗り替えてやるさ。では見届けに行くか。聖杯なんかに縛られなくなったこの世の景色をな。